ルベン・ミカエル・フレータス・レスレイソンは、ポルトガルカ・マラデロボス出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。単に、ミカエルとしても知られている。初期、ナシオナル・マデイラ諸島・フンシャルの郊外に生まれた、ミカエルは、地元のウニオン・マデイラでキャリアを始め、17歳の時に、プロデビューを飾った。2008から09シーズンに、同じマデイラ諸島を拠点とする一部の、 CD ナショナルと契約を締結すると、すぐさま中心選手としてプレーし、2009年5月2日の SL ベンフィカ戦で得点するなど活躍を見せ、UEFA ヨーロッパリーグ2009から10、出場権獲得に貢献した。その前月に、ポルトガル B 代表として、ルーマニア戦に出場した。翌2009から10シーズンも引き続き、中心選手として活躍し、特に、 UEFA ヨーロッパリーグ最終予選のロシア一部 FC ゼニトサンクトペテルブルク戦で第一戦に決勝点第二戦では試合終了間際に得点を挙げ本戦へ導いたポルト2010年1月中旬に FC ポルトはミカエルの保有権を60%を取得し遺跡金300万ユーロの4年半で契約を締結さらにバイアウト条項を3000万ユーロに設定した ことを発表した。30日のフルスナシオナル戦で、ラウール・メーレレスに代わり後半から初出場を飾った。アンドレ・ビラス・ボアス新監督のもとで、リーグ戦は骨折した影響もあり出場時間が781分と、控えめな出番に終わったが、公式戦では36試合4得点を記録し、3冠を達成に貢献した。 アトレティコ・マドリード2011年8月19日に同僚のラダメル・ハルカオと共に赤金4500万ユーロでスペイン一部のアトレティコ・マドリードと契約するもミカエルの方は直後に同リーグのレアル・サラゴサに貸し出された。翌2012から13シーズンは SC ・ブラガに貸し出されると8月下旬の3日の間に行われた2試合で3得点を記録する。 素晴らしい形でシーズン序盤を切った SC ベーラ・マルセンで2得点 UEFA チャンピオンズリーグ2012から13プレーオフのウディネーゼ・カルチョとの第2戦では引き分けに持ち込む貴重な得点を挙げ最終的に PK 戦を静止クラブ史上2度目の本戦に進出した同大会のガラタサライ SK とのグループリーグ第2節で先制点を挙げている 2011年3月29日、ポルトでの出場機会は多いとは言えない状態にもかかわらず、フィンランドとの親善試合に先発で、ポルトガル代表初出場を飾り、2得点を挙げた。ありがとうございます。